アスコー大臣、豊井駅美名大臣、大与柱を祀る。19世紀の49所神社栄館2年7月16日、肝月市の外無健康が、薩摩国総追武士に任命されて下校する際、伊勢神宮内空下空から誕生。後に、ここを、鎮雑として創建される。以後肝月市の守護神として、郷土のうぶすな神として、 また、大隅一円の奏者として数形されている。四十九のいわれは、祭人の総数にちなむ。正面の鳥居をくぐり、階段を上がると正面に社殿、右手に、長寿社、左手に、社務所が見える。他に絵馬掛け祠御神木がある。普段、グージは常駐していない。ヤブサメ山道鹿児島県内においてはこの神社の、名前を出すよりも、 ヤブサメ祭りが催される神社と説明する方が通りが早い。なお、ヤブサメそのものの歴史は全国的に見ても古く、肝付氏がこの地に定住を始めた後100年後から始まったとされ、900年近くの歴史を誇る。また、ヤブサメが催される参道は、この神事のため神社に向かって、道路の右半分が舗装されないままになっている。 伊手について、昔は、麓集落の二歳集と呼ばれる青年集団の中から選ばれていたが、後に、長千語と呼ばれる14歳くらいの男子の中から選出されるようになった。現在は8月中に、地元の中学2年になる男子生徒の中から伊手が選定され、9月より、旧国鉄大隅線跡地を使っての練習をし、 神社前宮の馬場を使ってのリハーサルを行い、本番に臨む。また、やぶさめ放納祭二日前には、柏原海岸において馬、伊手ともに、塩掛けと呼ばれるみそぎを行い、同日まで宮こもりをする。この、塩掛けの際、伊手の父親は、柏原海岸の清められた砂を取り、当日やぶさめの際に、宮の馬場鳥居前広場にて、この安全を祈りつつまく。 放納祭では初めに330メートルほどの宮の馬場を歩いて往復する。次にただ弓だけ持ち、馬場を駆け抜ける。次にいよいよ弓に矢をつがえ、駆けながら、沿道に掲げられた3枚の的を射抜く。これを3回繰り返す。全員で縫手を務めた後縫手は馬には乗らず失踪する。馬を追走、射手に事故があった場合の予備の射手として、不測の事態に備える。 多くの的に命中すると良いとされるが、9枚全てに命中させることはしない。来年度はさらに上を目指すという思いが込められている。射抜かれた的は、魔除けとして、縁起物とされ、また真中に命中した矢は子守屋と呼ばれ、神前に備えられる。真中に命中したかどうか、子守屋の判断は的を中心で支える竹に当たったか、どうかで判断される。 昭和56年3月27日に、県の無形民族文化財に指定される。平成18年からは、地元のコミュニティ FM 局、FM 肝付きが、やぶさめ祭りの生中継を実施しており、おおすみ、FM ネットワークを通して、FM カノや FM しぶしと三曲ネットで放送されている。また、南日本放送制作のドキュメンタリー番組が、例年放送されるほか、 2020年には同局によるインターネット性配信が実施された。以上の行事は、現在一般的に使われている新歴による日程。ありがとうございます。